ドレスデンの壁画に描かれたアルブレヒという観光、アルブレヒと三世は、ザクセン公。アルブレヒという観光の呼び名で知られ、ベッティン家の分子の一つアルベルティン家の子祖である。ザクセン選定公、フリードリヒ二世とその日で、内オーストリア公、エルンストの娘であるマルガレータの間の三男として、生まれた。母方のおじは神聖ローマ皇帝フリードリヒ三世で、あり、アルブレヒとも、 ハプスブルク家の演者として、後に、金曜毛騎士団の騎士に助任されている。1455年、兄のエルンストと共に父に恨みを持つ騎士君津本、カウフンゲンによって誘拐されたが、救出された後にしばらく、ウィーン宮廷のフリードリヒ三世紀のもとに預けられている。1464年、アルブレヒトは、ボヘミアのヘプにおいて、 ボヘミア王イジース・ポジェブラとの娘ズ・デンカと結婚した。しかし1471年にギフが死んだ際、アルブレヒトは、ボヘミア王位の後継者となるのには失敗した。同年に、父が死んだ後、アルブレヒトと兄の選定校エルンツとは長く、領土を共同統治していたが、1485年に、ライプツヒ協定を結んで領土を分割し、アルブレヒトは、 マイ埋ン編強迫領とその近隣地域を与えられ、アルベルティン系の作戦広告を創設した。おじの皇帝フリードリヒ3世から優秀な将軍だとみなされていたアルブレヒトは、1475年のブルゴーニュ公シャルルト進皇に対する皇帝軍の遠征において目立った活躍をした。しかし1487年のハンガリー王マーチャーシュ一世に対する皇帝軍の遠征では、 皇帝からの支援が十分でなかったために敗北した。1488年、アルブレヒト3世は、フリードリヒ3世より、ブルゴーニュ領ネーデルラントの総督に任命され、ブルッヘに監禁されていた重帝のローマ王マクシミリアンを解放するために、皇帝軍と共にネーデルラントに進軍した。翌1489年に、マクシミリアンがドイツに無事帰国すると、 アルブレヒト3世は反乱者と戦うためにネーデルラントに再び赴いた。彼はホラント伯領、フランドル伯領、ブラバント公国におけるマクシミリアンの権威を回復することには成功したが、一連の遠征活動に対する金銭的な報奨をフリードリヒ3世から引き出すことはできなかった。1498年、マクシミリアンから先の中金の報奨として、 世襲のフリースラント総督の地位を与えられたが、フリースラントは、自軍で制圧しなければ収められない土地であった。アルブレヒト三世のフリースラント征服活動は、非常な成功を収めていたが、不老人間を包囲。アルブレヒト三世は、力量、技量ともに非常に優れた武人であり、馬上や理事愛や、騎士の実践演習などでは、際立って目立つ存在であった。アルブレヒト三世は、 フリードリヒ三世に対して強い忠誠心を抱き、皇帝のために自分の資金を殴って奉仕したが、こうした態度は領民たちに不満を抱かせていた。しかし、アルブレヒト三世の知性は、ザクセンの繁栄の時代でもあった。すまず殿下との間に9人の子女を設けたが、成長したのは以下の4人だけである。ありがとうございます。